と茶せんをお湯にくぐらせる。3時の方向に置いて手を離す。左手が出たらこの手の持ち方聞いてね。ぐるっと回して挟んで置く。そしたら糸が上になってます。今度もう一度持ち替えて1、2、3で親指上で3時の方向に倒す。今度は離さずにそのままぐるんといって挟んで置く。半回転しただけ糸が下がる。でもう一度ぐるんといって、今度もう一度ぐるんといって4時半から先に左手が返って4時半から。そしたら先が折れてないかどうか星らでね、頬を自分の方に向けて回しながら見て、折れとったら茶せん変えないわけ。で、いいですか。次にお茶碗を温め直して拭きます。まず3回ゆっくりね、半時計回りに回して、で茶巾で拭かんといけんから一旦膝、ね、でこれを剣心の上にこぼします。ちょろちょろ座、ね、ちょっと起こしてつゆを下から拭き上げる。でひらがなの湯の字向こうに置いて、これを二つ折り状態に広げたら反対向きにして周りを拭きます。3回1、2、3回目はお印だけ。これで一周で、また真ん中に置く。で右手で持ち替えておいたら、今度は茶巾を畳み替える。手のひらに乗せる。でこの状態にして広げる。さっきと一緒でしょ。今度これで折ったら裏返しになる、ね、でこれで釜の蓋の上に返す。次にお茶入れる。握り込んで茶碗の真上で蓋を開けて自分との間に置きます。置いたら茶杓を持ち替える。で左右に分かれて、茶杓が近寄ると臼杵が斜めになって、お習字の角字のように目いっぱい入れる。置くようにね、落とさんのよ。で同じところをまたすくって適量、この量は自分たちでね。で落とす前にこれが起きて帰る。それから落としたら二の字で山を吐きます。次にポンポンで茶杓についたお茶を落とす。蓋を取って今度は膝先ね。膝先というのは膝から3センチ内側よ。で2つの時は一旦両方膝に帰って1つずつ、はい、ね、ここで水差しの蓋を開けます。これは湯加減調節のためにお水がいるかもしれませんね。でお湯入れます。で今の時期はまだ去年のお茶だから、少しお湯の温度を下げる、ね、で今音がなくなったでしょ、沸く音が。でしばらく待っとったらまたスーッと音がしだしたでしょ。スーッと音がするまで待つ。それから正面から出て正面から入って適量だと思う量を入れる。中のお茶が散らんようにね。で帰りはまっすぐ向こうかけてさっきと同じね、こうよ。それから茶筅を取って45度から入れたら左手が後のの字で周りをきれいにして、最初はそこをゆっくり大きくね、塊が見えなくなったら少し浮かして速くする。回さないの。で泡が十分立ったかなと思ったら浮かして大きい泡を消す。最後にまたのの字で周りをきれいにして左が返ってこうね、はい、でこれで立ち上がったのを立ち具合を確かめて、その手で2回で回して向こうが正面、ね、で誰か運ぶ。これがお客さんのところに行きます。じゃあ運んで、ここの正面も向こうへ少しからそうそうそう、それで右手本当に出とけどくれる汗です、はい、取って汗いけない、気をつけて、うん、左手に受けてしっかり
うん、そしたらもう両手になっていいか、ついて危ないなと思ったら、そうそう、左は手のひらに乗せる、うん、そう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 、で、はい、脇、卵1個、肘伸ばす、で少し高め、そう、ね、はい、それでお客さんとかに持って